ワクパンパンシャパンパン、なくてもテストできるの。待ってろよ、拳で分かり合うのが、こうやって一緒に戦えるなんて超久しぶり。どうやら音量設定を変更できるらしいな。このくらいがいいかもな。最終的には自分何がロゼだ。貴様らがどんな方法で強くなろうが、俺は俺の方法で強くなってみせる。なあ、もっと暴れてやりたかったんだけど、途中で終わっちまって残念だ。綺麗にしてるんだ。その先輩っていうのやめて。君の先輩になった覚えはないし、名字は長い。やれやれ、こいつは難しい問題だな。これは僕が普段食べているコーヒーゼリー、1個あたり61。未来の海賊王のクルーがよ、情けねえ顔すんじゃねえ。死ぬことはこれから何が。素直に病院の周辺で待ち伏せしたら、そのちょっとが面倒なんだ。夢見るのは構わんけどさ、アイドルに夢を見るなよ。こんなにコストとリターンが見合ってない仕事。少し急がせてもらう。これが本当の袖の白雪だ。まだ鍛錬が足りない。かわいい。時間なんてあっという間に過ぎるんです。うかうかしてたら何にもないまま卒業。君のために頑張って作っているところです。今度は大浴場で。気具合が高い。やってください。 1.4 センチ増。ブロックでストレート警戒してても止めらんねえのな。一旦おめえを直せばよ。これで全然引きよ。すげえ爽やかな気分だ。私はこの座り方でないとダメなんです。一般的な座り方をすると、ああこの携帯。やっと起き上がったか、このデカブツ。そうだ、聖堂鏡に使え。大丈夫でしょ、だって君弱いもん。大丈夫じゃ。鬼になれ教授郎。生身を削る思いで戦ったとしても、そう。君を初めて見たのは5つの時、当時通ってたピアノ教室の発表会でした。ね、美里さんの人生もっともっと大きな出来事はあるよ。僕だったら肉体改造。その前に勝手に死ぬのは許さん。バレたとか人間への復讐とか。この辺でいいか。でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ。まあ弟子にするとか約束。あー、
知るかっつーの。息子の体は使い勝手が悪いか。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。じゃあ実際に俺の力見てみなきゃ分かんないっすよね。一石を取ってですね。自分のものに貼っておくんだって。一緒に着物着ようって貸してくれたその家には。あんた、やっぱり紅茶の方が勝ってる。あんたは味音痴と不器用のダブルパンチなんだから。みんな、起きて。朝ごはん遅れるよ。立ち止まっちゃった。死んでも嫌なんだ。じゃあ、今死ぬ？やるわけないじゃん。ずっといい。女に手出すわけねえじゃん。今日集まったのはメビウスの件だ。だよな。何しに来たバジ。関係ないです。あなたの言う通り恵まれてきたと思うから。だからもしよければ僕が止める。5歳の時から始めてこの程度だからね。どうしたの？先に出たのに随分遅かったぞ。いたいた。怒られたそうですよ。の邪魔して豚どもが僕にハーハーする漫画ですか？先輩がちゃんとかけたらあげますよ。内緒でーす。生きてきてよかったですか。ここにいらしたお客様にそう言っていただけるような最低者になり。こっちの世界においては邪王神官による契約、育成層の時を経て結ばれている。倒しがいあんじゃん。それがナギッチのやりたい。だって蹴ると思ったもん。そんな顔してた。僕もいつも一人だよ。パートナーなんてまた作ればいい。作れなかったら奪え。